こここからは言言えば言うほどです、はいえー、こちらの方、もの申すさんからもいただいております、えりちじみさんからもいただきました、シャータインさんからもいただいております、コンピューターのピュー太郎さんからいただいておりますが、桂宮様がですね、なんか亡くなりましたよということ、はい、桂宮義人親王、急性心不全のために都内の病院で皇居され 66歳ということでございます。うとでございます。天皇陛下とはいとこにあたりまして昭和60年に急性硬膜下血腫のために、えー、緊急手術を受けられ半身麻痺などのご障害が残ったもののリハビリに取り組まれ平成3年に公務にご復帰されていましたがその後も入退院を繰り返し最近はほぼ寝たきりの状態だったそうです。 桂宮様は独身のために、桂宮家は断絶となります。ということですね。こちらは、主婦山主婦子さん、昭和天皇の弟で唯一ご存命な三笠宮殿下の次男の桂宮様が昨日、救急車で搬送されましたが、午前10時55分亡くなられました。 ここ数年、敗血症で体調を崩されており、まだ66歳とお若いのに、三笠宮様は、お子様たち全員が逆縁で、まあ、この年で言うと、坂島という言葉を言いますね。はい。親より先に死ぬことです。うん、ねえ。はい。これは、どなたであっても、悲しいことやね。うん、そうですね。ねえ。うん、お子様全員逆縁で先に行かれてしまいました。 三男の高ま、高窓宮様も若くして亡くなられ、麻生太郎さんの妹が奥さんの髭の殿下も亡くなられ、そして最後、桂の宮様もご高齢のご両親、ね、亡くされてご高齢のご両親はさぞかし心を痛めておられることと思います。ね、あの、高窓宮様の次女ののりこ様のね、明るいニュースが、はい、ね、伝わったばっかりだったんですけども、はい、と。 いうことでありました。マルッチさんからもいただいております。1974年から85年まで NHK の嘱託職員として活躍しました。NHK 勤務時代は会長室や放送、 放送総局事業部に所属し、ラジオ体操祭、ラジオ体操祭りって言うんでしょうかね、うん、の運営などを担当しました。仕事が終わると同僚と居酒屋にも顔を出したりしておられました。88年に急性、硬、えー、膜下血死で倒れてからは、右目や右半身が、 不自由となったものの、懸命のリハビリで公務に復帰し、車椅子を使いながら、総裁を務める団体行事にも出席されておられました。リス・天ヶ崎さんからもいただいております。で、この先ほどから、障害が残って車椅子で移動されているという、はい、そういったこのカツ様、皇族が車椅子で外出すれば、 施設のバリアフリー化などに、などが注目され、他の障害者の役に立てると、周囲にいつも語られておられた。うんはい、だから私は、ね、うん、車椅子でどこでも行くんだと。うん、で、行きにくいなあという箇所、はい、ね、桂の宮様で、まあ、お付きの方がついてますから、よいしょと、うん、それは。 車椅子ですからまあ本来やれば別に多分大丈夫なはずなんですけれども、はい、でもやっぱりね、うん、迎え入れる側としては来ていただけるのであ,あそこでよいしょと。 車椅子が、よいしょとつ、あの、バーンとこう、ね、はい、やって上に行ったということになると、あそこなんとかせなあかんな、<laughs> ちょっと近々、っいうようなこと、うんはい、そういうことが役に立つであろうとおっしゃっておられたということです。はい、大変な健康状態の中、ご自身なりにできることをお考えだったんですね。心からお悔やみ申し上げます、ということですね。はいうん その他、こちらの方、動物寄礎天ぷらさんですけども、元側近らを明るくざっくばらんな方と、その人柄を忍んでおられました。 えー、体や言葉に障害が残りましたが、ご自身が総裁を務める団体行事には折に触れ出席されておりました。この自分の姿を見せることによってってさっきの話でしょうね。はい。はい、うん、いろんな、この、インフラが整備されてくればということだと思います。桂宮様が亡くなられたことを受けて、両陛下は入退院を繰り返してきた桂宮様の辛さを改めて、えー、思いを寄せていらっしゃって、8日から5日間、 喪、えー、に服されることになりましたということですかね信、はい、さんからもいただいておりますねえこちらの方はもう本当に先ほどもありました「典仁親王友仁親王義仁親王」と三男長男次男の順でねえ、はい、亡くされているという、はい、逆縁という立場におられるというのは お辛いことやと思います。かつ、秀行さんからもやっぱりね、これ、親よりもね、先に3人とも行かれるというのは、どういうことなんでしょうかね、ねはいはい、ということでありました。私も、あの、宮家のことはあんまりよくわかりませんが、桂の、あ、桂の宮様だったんだと、桂の宮様だったんだというのもおかしいんですけども、私の知識では、桂の宮って断絶したはずなのにな、というふうに、はい、要するに、あの、京都の方の、桂つ離宮とかね、はい あの辺を、の、あれがゆかりの。はい、はい。だ、はい、から非常に大きなおうちであって、はい、あの、あこえ、かつらの宮って、あ、あったんかというふうなことをずっと思っておりましたけれども、あの、その、今まで僕が言ってるような、その、はい、えー、四家にあたるような。大きいおうちのこちらの宮様ではないと。はいはい また違う。うん。あそこが復興してきた、再興されたの、た、された桂の宮ではないらしい。あそうなんですということで、あ,あ,ではい、あ、やっぱりああ、そういうことなんかと思いながら、この際ね、やっぱりちょっと、あの、そんなことも、はい。一緒に勉強させてもらいました。はい。はい